あ、おはようございます。日が変わって朝になりました。今朝、7時半ですね。じゃーん、こんな感じで川の字になって寝てました。あれ、布団が亀みたいに膨らんでます。あきちゃんまだ寝てるな。あきちゃん寝てます。隠し撮り、なんでちょっとあきちゃん寝てるんで、ちょっと外の景色を見てみたいと思います。うお、すごい、すごいな、これすごい景色だ。おお、ホッケ鏡ってしてますね。すごい絶景ですね。ざっとこんな感じですね。まあ、ちょっとナレーションはプレゼンのあきちゃんに後でやってもらいます。まずは朝のショットでした。今ね、一夜明けて朝食会場にやってきました。朝食会場は料理どころ五六茶屋です。入ってすぐのところ、これは昨日食べたところですね。で、こっちが今日の朝食会場です。お昼何回もお入りますか？はい、朝もいただきました。自分だけカラオケもありますね。朝食会場こちらです。もう絶景ですね、これ絶景ビュー。でここからのちょっとナビはアキちゃんにやってもらいたいと思います。アキちゃんにマイク戻します。はい、おはようございます。いや、絶景ですね。いや、すごいな。あれ、なんか今変な気のせいかな。なんか、あ、なんか変な人がいる。あれ、うわ、誰ですか。なんか、何してるんですか。すいません、なんか変な人が、います。え、なんか変な人がいてるんですけど。ちょっと、まだ大丈夫じゃダメです。いや、なんかちょっと変な人がいてます。変な人がいてるんですけど。変なことやってるね。はい。どうしちゃった。いや、なんかちょっとわかんないです。なんか、絶景見たらなんか、はい、絶景見たあれ、何してるの。はい、何やってるんですかね。はい、ということでですね、朝の動画はこんな感じですね。はい、で、お食事がですね、はい、こういう感じですね。これは何ですかね。お魚、美味しそうですね。お魚なんですか。アマゴっていう清流の魚。はあ、清流の魚ですね。すごいですね。贅沢三昧じゃないですか。はい、これからね、私はこれをいただきたいなと思います。たのが天竜教平成2年なんですよ。あ、そうですか。そんなんじゃ、うん、そう、新しいの。へ、これでその当初にね、来てくださった方が入ります。この温泉はね、ご飯を炊くと美味しいですよってお客様が教えてくださったの。はい、そうなんですか。それでね、うちでちょうど調理場の近くにこう蛇口が、はい、不思議と、そうなんですね、来てたんで、でご飯を炊くようにしたの。とっても美味しいよ、お客様よくご飯美味しいって言ってくださる。
今あの温泉で炊いたご飯とあの出来たての卵焼きです。いただきます。そう、これはイクチというキノコ。イクチというキノコですか？ね、イクチだ。イクチというキノコの味噌汁、あの塩漬けでね、保存してあるんです。塩漬けね、素晴らしい。他に入れるほどはたくさん取れない。じゃあいただきましょうか。はい、いただきます。あとコーヒーを。あ、はーい、はい。食べ終わりました。はい、またまた、温泉やってきました。これから、温泉いただきたいと思います。昨日ね、夜ね、暗かったんであんまりというか全然何も見えなくて真っ暗だったんですけど、ちょっとこの景色だけね、これ脱衣所なんですけど、もうこの脱衣所のとこからもう絶景ですね。この渓谷っていうか、でこの、もう温泉のところからも絶景が眺められるって形になってます。これ今からいただきたいと思います。はい、今ねチェックアウトをしたんですけど、その時に、この運試しということで、この傘の方から、いくつか引いて、でこう裏返すとこの1000万両、1000万両から100万両まであるんで、1万両から何が出てくるのかっていう、まあ、こういうあのチェックアウトの時の楽しみもあるので、皆さんぜひご利用ください。はい、今チェックアウトをしました。非常にね、本当にいい宿でした。玄関こんな感じ でバイクもですね、私たちあの貸し切りだったんで、まあ、こういった形で置かせていただきました。本当にいい宿です。また利用したいと思います。